主イエスキリストの御名をお目たたえます。おはようございます。2015年4月19日死の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を鎮め主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地へ集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。今から始まりますこの主日第二礼拝の中にあっても、あなたが中心となり霊と誠をもって礼拝し賛美できますようにお導きください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集えないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで参加されている方々の上に、主の豊かな恵みがありますように。礼拝の始めに尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは御臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたててまいりましょう。お願いいたします。おはようございます。どうぞお立ちになる方、ご自由にお立ちください。心から主に賛美していきましょう。主の御前で喜び歌え、主を喜ぶことは我が力。主の御前で踊りを持って主を喜ぼう。主に感謝の歌捧げよう。主は全てを益に変えて栄光を表される。どんな時も喜び歌え、主を喜ぶことは我が力。涙拭いて踊りを持って主を喜ぼう。もしょ主の御前で踊り歌え、主を喜ぶことは我が力。主の御前で踊りを持って主を喜ぼう。苦しい時悲しい時、主に感謝の歌捧げよう。主は全てを駅に変えて栄光を表される。時も喜び歌え、主を喜ぶことは我が力。涙拭いて踊りを持って主を喜ぼう。主を喜ぼう。主を喜ぼう。
スに栄光あれ。あなたは私の力、私の助け主だから、私があなた方を使わせていこうと主はおされます。私はあなた方に語ろう、平安があるようにと主はおされます。あなた方を恐れることなく、またこの戸惑うことなく、私の言葉に固く立って歩んでいきなさいと主はおされます。心を騒がしてはなりません。神の言葉に固く心を定め、固く立ち続けていきなさいと主はおされます。その時、確かにあなた方を通して大いなる神の栄光が表されていることを覚えなさいと主はされます。私はあなた方を使わせていこうと主はされます。恐れることなく、ためらうことなく踏み出していきなさい。そのところに私の栄光が豊かに表されるからであると主はされます。それではもう一度賛美していきたいと思います。34番、新しい歌を持って賛美します。新しい歌を持って主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて主に歌え、主に歌え、終わり。新しい歌を持って主を褒めよ、主を褒めよ、喜びの声を上げて主を褒めよ、主を褒めよ、とあり。アメサレシュ。愛する天の父様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美のうちに豊かにご臨在してくださっていることを感謝いたします。また予言の言葉をあなたが与えてくださり、語ってくださったことを感謝いたします。どうぞさらに続く礼拝をあなたが豊かな祝福を持って導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との時、お祈りの時をお持ちいたします。4月25日土曜日、長崎教会のチャペルコンサートが開かれます。御心の方々が集められ祝福されますように。また、5月の5日ゴスペルグループコンテスト九州予選と長崎カリスマ聖会が行われます。御心の備えがなされていきますように。これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に礼拝されている方々も共にお祈りください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。はい、それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて、主の御体と父親に預かる聖餐式を行います。イエス・キリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。オンラインでご覧の皆さん、イエス様を褒めたたえます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。今から主の御体と父親に預かる聖餐式の時を、私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じて告白させている方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃる方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方、また他の教会でも聖霊様を信じていらっしゃる方は共に聖餐に預かっておきたいと思います。またオンラインで礼拝されている方々で聖餐のご用意のある方は共に一緒のお身体に父親に預かってほしいと思いますし、聖餐のご用のない方はぜひ次回から聖餐のご用をされて、共に聖餐に預かって教会の恵みに加わっていただければと思います。それではお祈りをしたいと思います。天のお父様、この聖餐の時をありがとうございます。このパンとブドウ酒を今イエス・キリストが十字架で流された血を裂かれた体としてくださり、それを信じる信仰を私のうちにお与えください。またこの聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私のうちに豊かにお与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。どうぞオンラインで愛された方々、用意されたこのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしかさり、それを信じる信仰を与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを一人一人にお与えください。イエス様、十字架の恵みを感謝します。聖餐の時をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時を持ちたいと思います。
イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御から土地を総額の地にお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らに話題になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをします。天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。十字架によって私の罪が完全に許されており、また義とされ神の子とされているこの素晴らしい恵みと特権をありがとうございます。この週もこの素晴らしい恵みの中で主の御声に期待ながら、主が用意されている主の御業と恐るべきものを共にていただくように力強い御手を持って導いてください。聖餐を通して私たちが一つにされたことをありがとうございます。十字架の恵みを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
感謝します。聖餐の恵みに預かった後は神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのものの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入用のために、御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康において、また経済においても、あなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を、捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は山里ゴスペルクラブです。よろしくお願いいたします。おはようございます。山里ゴスペルクラブです。今日もここからを賛美したいと思います。ここからここから
様の言葉は真実だから、ここからここから始まる恵みが、ここからここから神様の奇跡。From this place, from this time, something great really begins. From this place, from this time, we can see the amazing素晴らしい特別賛美をありがとうございます。5月5日がますます待ち遠しくなりました。祈りの方を捧げてください。それでは聖書朗読の方に移りたいと思います。本日の聖書箇所、マルコの福音書1章の40節から45節です。新約聖書マルコの福音書1章の40節から45節です。第3版をお持ちの方は、66ページ、第2版をお持ちの方は、60ページをお開きください。新約聖書マルコの福音書1章の40節から45節お読みいたします。さてツァラトに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私を清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにそのツァラトが消えて、その人は清くなった。そこでイエスは戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて、誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーゼが命じたものを持って、あなたの清めの供え物をしなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。本日はこの聖書箇所から賛美の後、伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
ようございます。スタミナを賛美いたします。今日はマルコの一章のところからのお話ですけれども、ここから共に学んでいきたいというふうに思います。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。オーケストラの皆さん、よろしくお願いします。これだっけ。今日の夜も長崎カリスマ聖会で九州から何か来られますので、チェロがもしかしたらデビューするかもしれません。佐世保でチェロができまして、ただまだなんか音が出ないとは言ってましたけど少なくとも来月は確実に来るでしょうけど、今月来てくれたらいいなと思ってますけど、これ置いたままやるんですね、今日がね。はいはい、分かりました。いやいや、もう置いたままでいいや。はい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 。それではですね、支援見えるかな、支援の53編からお願いします。お立ちない方はお立ちください。はい、それではお願いします。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てている。不法を行う者らは知らないのか。彼らは万を食らうよ、私の民も食らい。神を呼び求めようとはしない身よ、彼らが恐れる。それは神があなたに対して地を張る者の骨を巻き散らされたからだ。あなたは彼らを恥ずかしめた。それでは39番トライアンフですね、お願いします。向かって喜びの声を
あげよう。ライダーの勝利の主に向かい叫んで越していきますね。神のすべての武具を身にまとい、腰には真理の帯を締めて、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の十字架の上から十字架の上からイエスの主イエスよ、一粒の麦地に落ちて、今この時代に降り注ぐ聖霊の雨、今リバイバルが の上からイエスの思いが流れる、私たちを愛した命を捨てられた、我が主我が主我が主イエスよ、一粒の麦地に落ちて、今この時代に降り注ぐ聖霊の雨、今リバイ我が主我が主イエスよ、我が主我が主イエスよ、一粒の麦地に落ちて、今この時代に降り注10番、あなたの御業。
歌を賛美した歌があります。人の評価や人の言葉によって振り回されることから解放されなさい。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私はこの言葉をあなたに向かって語っており、私の目にあなたは非常で高価で尊いとしようじゃありません。人々の言葉によって舞い上がったり落ち込んだり、人々の眼差しで嬉しくなったり悲しくなったり、そういうことから解放されなさい。あなたの価値は何一つ変わらない。私はあなたの中に私の恵みを注ぎ、私の賜物を与え、私の使命と飯を与えている。あなたはそのことに気づき、そこに心を定めていき始めるとき、あなたは自由になる。そして私の恵みを受け、愛を受け、あなたは力強く歩み始めると称されます。私はあなたに幻を与え、言葉を与えます。それを受け、それをもって住みなさいと主は仰せられます。あなたが霊と誠をもって礼拝するとき、あなたはキリストに似たものとされていくことを覚えなさいと主は言われます。この自分で自分を変えることのできなかった事柄が、この主の恵みによって変えられていきます。それゆえ、この主を礼拝していきなさい。礼拝のただ中で真に主と交わって礼拝をしていきなさいと主は言われます。どうしてこの人はこうなんだろう、この人さえこうでなければと思いたくなるような人があなたの近くに置かれている。非常に身近なところにそういう人が置かれている。それは家族であったり、非常に親しい友人であったり、仕事のスタッフであったりします。しかし愛する子よ、そのことさえも丁寧に感謝をしなさい。その人が変わるようにと祈る前に、まずあなた自身がそのことを丁寧にそのままで感謝しなさい。その時にあなたは全く違う神の見方と眼差しが見えてくるとおっしゃられます。子よ、私の手の中で私は全てのマイナスと思えることを祝福に変え、呪いと思いされることさえ豊かな祝福に変えていこうとしあれます。十字架の恵みと復活の力はあなたを通して豊かに
あなた自身だけではなく周りの人々まで流れていく。感謝を捧げなさい。分からなくても、そして感情が伴わなくても御言葉に従って感謝を捧げなさい。丁寧に丁寧に、その時あなたの心や思いまで変えられていくと知られます。安心しなさい。神は全く新しいことをそのもののうちにも始め、あなたは驚くであろうと主は仰られます。人々が救われてくる、人々が癒されてくる、全く新しい人生の中にあなたの愛するものが入ってくる。それはあなたにとって全くの驚き。信じてはいたんですが、実際起こった時に本当に起こったと言って主を褒めたたえるのやれないことが始まってくる。私はその恵みを教会に注ぎ、御からの教会を通して表していこうと主は仰られます。最後に風の響きの一番ですね。感謝と喜びを今主の御前に捧げよう。神の約束の成就の時が訪れた。涙と共に撒かれた種が色づき、豊かな実を結ばせ、待ち望んでた収穫の時、喜びながら様の豊かなご臨在をありがとうございます。イエス・キリストの名を褒めたたえます。三位一体の誠の神様が興味豊かなご臨在を表し、ご自身のご意向を表しくださったことをありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また今日座れたお一人一人心から感謝をいたします。オンラインで共に礼拝されている方、ダウンロードして礼拝されている方、お一人一人本当にありがとうございます。あなたは神の使命の最強で勃開される40万を超える主のためありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、私たちに励ましと慰めを与え、主にある希望を与え、
御言葉によって信仰を育んでくださって、あなた方を支えている主の御業を恐れ受け者を共に豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と知識と礼を与えを持って聖霊様を導き語ってください。主に期待いたします。主にテス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目を迎えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。実はですね、先週ですね、金曜日の日にコンサートが山田ゴスペルクラブの主催なんですけれども、旧本郷社員銀行でありました。で、まあ、実は最近ちょっと示されてまして、賛美に関してですね、私は礼拝する賛美というのはすごい好きですし召しを感じているんですけど、まあ、人の前に立ってこう聞いていただく賛美ですね、そういうことに関しては特別、まあ、自分は導きじゃないのかなと思ってあるところまで歌ってましたけど、まあ、ほとんど歌わなくなったんですけど、最近再びですね、その別に人に聞いてもらうというよりもこう神様の愛を伝えるということで賛美をした方がいいなということをすごく強く思ったんですね。だから今週の土曜日持たれるチャペルコンサートの時には、まあ、勝手に決めちゃったんですけども、FF とミルトスに、一緒についてもらってですね、まあ、賛美しようと思ってるんです。1曲だけですけどね、断られない限り、断られても強引にお願いしますけど思ってですね、で、まあ、それは別に歌いたいというよりも本当に神様の愛を伝えたいという思いでですね、まあ、思ったんですけど、今回その金曜日のコンサートも、まあ、これ山田ゴスペルクラブだから別に自分が歌おうとは思ってなかったんですけど、まあ、一応ですね、まあ、もし迷惑にならないなら、今日ぐらいもうそういうことが歌わせてもらえたらいいかなってことで、まあ、ちょっと言ったらですね、まあ、非常にプライベートなことですいませんね、結婚記念日だったこともあって、まあ、妻が歌いましょうと言ってですね、だから FF の F さんが来なかったからですね、 FF の F さんは来てるけど F さん来なかったからですね、まあ、ちょっとね、でミルトスのミルさんは来てるけどトスさんが来なかったからですね、だから夫婦だけで歌おうということになってですね、で1曲だけを歌ったんですけども、それでコンサートに行ったんですね、久しぶりにね。そしたらですね、基本コンシャン銀行は一時工事であれで、でいつから開いたんだっけ、つい最近ですよね、再びで、まあ、ずっとコンサートしてきたんですけども、パラ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 っと人が来るんですけど、今回はですね新しいメンバーが2人入っていまして、でその方の一人のお友達がなんか昔の会社のお友達を連れてきたみたいで、お友達上司の方が連れてきたみたいで、来られてですね、6人ぐらいごそっと来てたんですね。ですごいなと思ったら他にもいっぱい来たんですね、カップルも来たし、でなんかなんて本だったっけ、雑誌に載ったのはなんて雑誌だっけ、スゴログスゴログっていうなんか50代60代を読む出したそうですけども、スゴログっていう雑誌に載ってそれを見てきた人もいたし、おそらくテレビで来た人もいるんじゃないかな、それ以外の人もいたから、なんか全部で20人以上の人が集まってきたんですよね。初めての人ですよ、初めての人、誰の知り合いでもない人がいっぱい来てて、通りすがりも入れて、で途中で何か帰っていくんですね、まあ、ウォーキングできてちょっとだけの人もいるからですね、必ずえらい感動してね、すいませんウォーキングだから帰りますかってね、でもとってもよかったって帰っていくんですけど、でそれでまた後で来たりしてですね、遅れて来たりしてしまって、だから結局最後までいた人が20人ぐらいいて、途中で帰った人いたら25、6人はいたんじゃないかと思うんですね、新しい人が。それで新しくない人も入れたり、教会の人とかも含めたりすると40名どころじゃなくて50名近くいたなと思うんですね、全部でですね。だから非常に祝祭とコンサートですね、導いたんですね。で、まあうちの奥さんが司会したんですけど、びっくりしてましてですね、言わなくていいこと言ってましたね、いつもなんか精がいっぱいいてるのに今日いっぱい来てちょっとびっくりしてますけどとか言わなくていいのにねだけどすごい嬉しいですとか言ってですね、素直というか正直というか嬉しいですとか言いながらコンサートしておりまして、で何見たかったら突然人がやってきたんですね、まあ、たかがたか20名ですよ、まだ。でもやはり彼らにとってはその、老人ホームとかね、そういうとこ行ったらもう何十名とか何百名とかありますから、それはまあそこに行くわけですからね。でも、こちらが主催しているコンサートに人が来るっていう形で、いきなり全く新しい人がもう30名近くですね、集まってきて、我々いたら50名近くの人がいたっていうことは、やっぱりちょっと今までになかったことなんですよね。で、これらは一つ神の導きを感じます。時が来てるぞって。教会も、ある時突然こう人が増えてね、2倍3倍になるってことはいくらでも起こると思うんですね。もちろんその中に今猛烈に反対している伴侶とかね、あるいは今全く関心のない子供とかね、今基礎にない親とか、期待してください。
神様の問いが来たら突然来たりしますからね。それとね、オンラインのことを教えておいてください。そしたらですね、ものすごい反発してですね、教会なんか関係ないって顔しながらですね、こっそりオンライン見てたりする、見てませんかとか言ってですね、あ、本当にあるんですね、真面目にあるんですね、都会ではよくあるんですね。だからぜひですね、皆さんね、オンラインのことを、ね、教えておいてほしいと思うんですね。で、私と確かにこれは神様の語りかけだって感じなんですよね。突然パッてくるぞっていうこと、起こってくるぞって、そういうことが起こってくるぞって。東京の教会も一番最初開拓した当初ですね、まあ、最初から20人ぐらいいたんですけども、突然40名ぐらいに増えて、突然60名ぐらいに増えて、突然、しかも一番減る時期に増えたんですね。東京の教会っていうのは学生が当時多かったんで、夏にガッと減るんですね、帰るから。だから夏にガッと増えたんですね、減る時に増えた。そういうことがね、何回かあって、でこう、それで80、100ぐらいになっていったんですけど、そういうパターンがあったんですね。で、何か語りかけを感じたんですね。だから、皆さん期待してほしいんですね。で、祈ってらっしゃる方ね、家族のこととか友人のことを、ね、ある時突然変化が起こってきてくるということは、本当に起こりうるということをね、覚えておいてほしいと思います。それともう一つ嬉しいことがあったのはですね、まあ、大村で今週収穫する予定なんですけども、覚えてらっしゃるでしょうか、諏訪2丁目の護婦人、まあ、オンラインしてますからね、見てたら困りますので、諏訪2丁目の、この、なんていうんでしょうか、みんなに、慕われてる黒人それがいるわけですけども、その方がに、まあ、打診したんですね。来てくださるというからね、向こうの都合も聞こうと思って、それで、まあ、聞いて、でジョイ牧師がちょうどそのお話をした時に、しようと思った時にもう一人で黒人がおられて、その黒人はとってもいい方なんですけれども、ジョイ牧師があまりお得意ではない、間違いなくね、とってもいい方で好きなんですけど得意じゃない、分かりますよね、苦手な方ってるじゃないですか、ね、いたわけですね。だからそちらの方を見ないようにして、その方の話をしたら、その慕われてるご婦人の方が、その苦手なご婦人に向かって、あなたもこんばねとか言ってですね、言ったらですね、あ、そうするとか言ってですね、つまりその慕われてるとか仕切ってるご婦人と、ジョイ牧師が最も苦手なご婦人が集会に来ることになったんですねすごいなと思いますよねでこれはもうジョイ牧師と関係ないですねお父様とお母様と教会の人とジョイ牧師とその夫婦たちが来て、私も言ったら7人ですからね、熊本の一番最初の集会が8人でしたから、それ全部そこから始まったんで、なんか主が何かなさるのかなと思うんですよね。で、面白いなと思うのは、ね、前回行った時に誘わなかった人に怒られて誘うことになったら、その人がお友達を誘ってくると思ったら、まあ、人間的に言うとちょっと苦手な方を呼んでくることになってね、主の導きって面白いですね。でもなんか何か主がなさってるんだなと思うんですよね。なんか神様は技をなさると思います。で、1年数ヶ月前、ね、ご両親の世話をするために、ね、ご両親の世話は喜んでたけど、教会はとっても好きだけど、それをちょっと置いてその奉仕に行かれた時に、神様はご両親だけじゃなくてね、そのご両親が元気になったのを見て驚いた、その黒人がね、本当に話を聞きに来るまでになって、で他の人まで連れてくるようになって、ジョイ牧師は決して誘わない人まで誘ってくださって来ることになったんですよね。なんかね、主の手を感じるんですよ、私すごく。何か始まってきてると思って。これは単に大村だけじゃなくて、で実はタラミもですね、タラミで集会しなきゃいけないってね、再びと思ってたら、タラミのある男性が諫早教会に電話したんですね。そしてタラミの名前言われたんですけどね、タラミで集会やってませんかって言われて、ホームページを見たらえらく楽しそうだからって言って、長崎教会のホームページを見てくださったみたいで、で長崎教会に連れてってくれませんかって言ったから、礼拝終わった後午後からだったらいいですよって言ったそうですね。だからそういう方が電話があった、つい最近。面白い、タラミと思ったらタラミなんですね。で昨日後藤からなんだっけ、ドクター信吉先生、すいません、信吉先生、ね、信吉先生が帰ってこられまして、ですぐ教会に来られて、ラジオに生出演してもらったんです。ラジオ聞いてくださってます。昨日ね、彼がね、40分から45分話したの。アメリカでエッサメで会った時から、いろんなことを感動的でありました。ね、彼はちょっとハンディを持って生まれて、ね、大変だったことがあって、手術20回以上してるって話とかね。でアメリカ行って本当にその自分のために祈っている人たちがいることを知って驚いた話とかですね。でアメリカから帰ってくる3年半いて、帰ってくる2週間前にイエス様を信じて洗礼を受けようと思ったら親の反対で待たされて2年間経ってから洗礼を受けた話とかね、いろいろ話があったんですけど、すごい感動的でありました。でそれも後藤なんですよね。で今回帰ってこられまして、で
今日の朝の早朝礼拝出てまた行かれますけども、今日あたり礼拝来られたんですけども、で一応後藤でですね、まだ決定じゃないです、4月の29日ぐらいにしようかなと思ってるんですけども、集会が始まろうとしております。で、あのなんか面白いなと思うんですよね。なんかですね、あの本当に主はなんかいろんなことを始めてらっしゃるので、神様に期待してください。いつも言いますように、こういう話をしているのは不運ってことじゃなくて、教会にそれが起こってるってことは、教会つまり建物じゃなくて私たちだから、あなたの人生の中にも、体の一部だからね、あなたの人生の中にもそういうことが始まってきますよって、あなたの人生だったり、あなたの愛する人の人生の中に新しいことが、今まで起こらなかったことが始まってきますよっていうことを期待してほしいんですね。ね、時差は少しあるかもしれませんが、期待してほしいと思います。明らかに焦点を受け始めているということです ね。その上で今日の聖書に入っていきたいというふうに思います。今日はマルコの福音書の一章のところですけれども、そこから見ていきたいと思います。40節から、私の聖書と66ページ、一つ前の聖書もということは60ページか61ページだと思います。1章の40節、さて、タハラトに、このタハラトっていうのは、一つ前の人は雷病と書いてあります。で、まあ、雷病がなんか差別用語になってしまったので、タハラトという言語のまま書いてるんですけど、まあ、私は全く差別してませんので、雷病ってないと分かりにくいので、その雷病って言い方をさせていただきますね。ご了解ください。ね、タハラトっていうとなんかよく分からなくなるからね。タハラトに、侵された人がイエスの妹にお願いに来て、ひたまずいていった。お心一つで私を清くしてあげます。どうして直してくださいじゃなくて、清くしてあげますと言ったかというと、まあ、タハラト、雷病はですね、汚れた病と言われたんですね。実際腐ってきて、雷病になると、家族からも社会からも隔離されて、雷の谷に行かないといけません。何度か話しましたね。で、家族も差し入れをするときに接触してはいけないんです。触れたら汚れるから。だから、あの、ベンハの映画見た方しても、まあ、雷の谷が向こうにあったとして、ね、まあ、あの、かなりはあの隔離されてるんですね。で、家族がなんかこう来てですね、雷の谷に口に家族を呼ぶんだら、家族が出てくるわけですね。そしたら、私が、バナナにしましょうかね。バナナかなんかを持っていて、すいません、バナナってね。バナナを持ってポイッと置くでしょ。そして私はこうやって戻るわけですね。そしたら向こうから今度は、その LINE の人が取りに来て、で、ここでありがとうって言って、こうやってこう帰るわけですね。絶対接触しちゃいけない。距離を置いてるわけですね。そういうぐらい、あの、LINE になったら社会から隔離される。家族から隔離される。だから、LINE になるってことは、単に病気じゃないんですね。もう完全に隔離されちゃう。生きてるし、まあ、生きていても生きていないってのもですね。しかも、これは宗教的に汚れているものとされた。だから、あの、清めてくださいって言うんですよ。直してくださいじゃなくて、汚れたものなんですよ。もうちょっとひどい言葉使えば、呪われたものなんですよ。汚れてしまったものなんです、雷病になると。だから、もう雷病になるってことは、本当に、なんて言いましょうか、悲しいっていうか、もう、死と、生きてるけど死んだみたいなものですね。だから家族に雷病が出ると、家族にとっては恥ずかしいことだし、そういう状況だったわけですね。だからこの雷病の人っていうのは、だからこの時に、あの、私、あの、あなたのお心一つで、イエス様が見殺されば、イエス様が願ってくだされば、私を清く、清めて、汚れから解放して清めて、他に治るだけで清められて、再び家族に社会に復帰できるように清めてくださいますってこと言ったわけですね。で、面白いのはね、まあ面白いというかあれですけども、ここで、イエスの身元にお願いに来てって書いてある。ひだまずいて。だから、イエス様の方が雷の谷に行ったとは思えない、この時はね、この時は。ということは、イエス様は普通に、まあ、村というか社会というか、こう歩いておられた、そこに来たってことは、雷病のこの人が雷の谷から抜け出てきたことを意味します。当時、雷病の人は、竜が出てくるときはこう体中にこう巻いてね、ほいで、私は雷です、私は雷ですってね、私はタハラトですってこう叫びながら歩かなきゃいけなかった。なぜかって言ったら、触れたら汚れるから、そうやって言って、周りの人たちは避ける。そういうふうに旧約に書いてあるんですね。ところがこの人はですね、あのタハラトであったにもかかわらず、雷であったにもかかわらず、その雷の谷を抜けて、イエス様のところにやってきたわけですよね。これ一つはね、すごい勇気っていうかね、信仰だと思うんですけれども、本当にイエス様に会いたかった。そしてイエス様にお願いすれば、イエス様が見殺とされれば、きっと見殺としてくださる。イエス様が私の頃だって言ってくだされば、イエス様はきっとそう言ってくださる。きっと私は清めてもらえる。この雷から解放されて、もう一度生活ができるっていう、まあ、またそれをしたいという切なる願いと、それから、また、なんでしょうね、こう、信仰があったんだと思うんですけども、これね、大の谷から出てきて、イエス様がひれ伏したってことは、みんないるのにやるわけでしょ。で、ベンハーの映画見たことのある人はね、知ってると思うんですけど、ベンハーのね、お母さんとお姉さんが雷になるんですよね。それで、ベンハーは雷の谷に入り込んでね、お母さんと、あの、探してね、これ二人を連れてくるんです、イエス様のところに。イエス様がビアドロロサ歩いていくときにね、そのイエス様に会わせたい
って思って連れていくんです。そしてね、こう隠していくんですね。そしたらみんなね、ビアドローさんにこう人がだかりがあってブワーッとあってね、でみんな人がいしてるけど、はって隣の人が見たらね、その瞬間ライダーとかたちがね、ライダーって言ってね、ブワーッてみんなね、突然みんなバーッて散るんですよね。びっくりしてね。そういうシーンがあるんですけど、だからライの人が出てくるってものすごい勇気だと思うんですけど、このライ病の人はちょっと大げさだけど、でも本人だと本当でしょうね、自分の存在をかけて、もう誰に何と言われてもいいって、もう自分の存在をかけて治らなかったらもうおしまいだっていうか、もうないっていうか、本当に自分の存在をかけて、ちょっと大げさな言い方だけど、ある意味で命かけっていうか、存在かけて雷の谷から抜け出してきて、イエス様のところに、なんとイエス様と、あなたが送ろうとされれば清められますって言ってきたと思うんですよね。でひれ伏してだから、もう本当に懇願したんですよね。で一つ目のポイントね、彼は主の身元に来たんです。簡単なことじゃなかった。彼にとっては周りにどう思われてもいい、何があってもいい、どうしてもイエス様のところに来て、イエス様にこの雷を治してあげたい、きっとイエス様だったらそれを見殺としかさるって思ってきたんですよね。で今日皆さん礼拝に来られました。でここにキリストは満ちています。でキリストに会いに来られましたよね。大丈夫だと思います。若い人が多くなってくると時々危ないんですね。英子ちゃんに会いに来たりですね、美穂さんに会いに来たりしますからですねまあそれもね、悪いとは言いませんけども、中心はキリストに会いに来る。で7歳以下の場合は心配ないんですけども、別に牧師に会いに来る人もいないから、ね、つまずかない方が大切だからね、でいいんですけど、ある教会の場合はね、牧師さんに会いに行ってるんですよね。それも正しくありません。牧師さん尊敬してください、まあ、ちょっと7歳としんどいかもしれませんけど、よろしくお願いします、ね、尊敬してほしい。だけど誰に会いに行くのかって、キリストに会いに来てるんです。目に見えない、もちろんどこにでもいいですよ、どこにでもいるけど、満ちているって書いてあるのは教会だけだから、満ちているこのキリストに会いに来たんです。この方に願いに来たんです。この方に触れていただきに来たんです。この方に、まあ、触りに来たんです。言葉悪いけど、触れてもらいたい。この方のもとに重荷を下ろして、この方に叫んで、この方に言葉にならない祈りを聞いていただいて、この方に触れてほしい。自分のこと、家族のこと、愛する人のこと、敵対している人のことを、この人のところに持ってきたんですよね。でしょ？で、そういう方はね、期待してください。ね、賛美の中で神様を触れてくださるかもしれないし、メッセージがピタッと合うかもしれないし、もしかしたら賛美も今日に限った好きな歌がなかった、説教もなんか自分にはピタリじゃなかったとしても、本当にキリストに会いに来て、キリストのところに来た人は必ずキリストはその方に語ってこられまして、触れてこられます。これは必ずそうですよ。キリストは裏切りませんですが、もちろん賛美の中で触れることがあるし、メッセージを通して語ることはいくらでもあるんです。予言を通しても、でも全部今日は自分には合ってなかったなと思ったとしても、キリストはいるから必ずあなたに触れて語ってくださいます。これがね、キリストを裏切らないんですね。で今日の一つ目ね、主のところに来るかなんですよ。主のところに。で皆さんね、自分自身もそうだし、皆さんの誰かね、書いた時にね、主に行くんですね。そうしますと主がその人に答えてくださるんです。これが一つ目ですね。で、でね、まあ令和に行ってみるんですけど、ちょっともうちょっと先行ってから行きますね。でそしたらですね、主はそう言ったらですね、41節でね、そう言われた時、イエス様は深く憐れみって書いてあるんですね。この人が本当に自分の伝送を出かけてきた時、イエス様は憐れみを持たれたんですね。この憐れみっていうのはね、見下げたわけじゃないんですよ。本当にこの人のこの姿に心が湧き立ったというかね、本当に痛みを感じたってことなんですね。でね、そして、ああそうか、今日から地方選挙の第2弾が始まりますね。ね、でそれで何かというとですね、この後に憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の心が清くなれ。そうだよって、イエス様は私の、あなたが清くなることは私の願いだよ、私の心だよって言って嬉しかったと思うんですけど、ちょっと気をつけてほしいね。これね、面白いのはね、面白いというか感動するのはね、憐れんだ後に手を伸ばして、この彼だから、彼に触って、雷病に触って、タラートに触ってから、私の心だけ清くなれてったんだ。すっごく大事なんです。ここ私これすごい感動するんですね。タラートでしょ、触れたら汚れるんです。旧約聖書に書いてあるんです。イエス様はちょっと石田さんいいですか、サーラとになっていただきまして、サーラとになってですね、いうわけですね、ね、清くなれって言ってね、いや、細くなれとか言ってですね、それから、清くなってからこう、パッて抱きしめるとかね、それならわかるんですよ。でも、まだ、サーラとのまま、
その爪痕に触ったということは旧約で言えば汚れちゃうんですよ。当時立法では最も重要ですからね。それなのにその爪痕に触ってから清くなれって、私、あなたのこの霊がなく清められる方は私の頃だから清くなれって言ったんですね。すごく大事なんです。なんでかって、イエス様は奇跡を行いまして癒されますけど、これからたくさん起こりますから忘れないでください。ですが、ツァラトの人がツァラトまで触れられたということは、あなたはツァラトのままで、私はそのままのあなたを愛しているって、ツァラトのままであなたは十分価値がある。でもそのツァラトが治ることは、あなたが願っているように私も願っている、私の頃だから清くなれって言ったんですね。例えばハンディを持っている方、私の母は父も視覚障害者で一級の障害者です。伝聞のお友達は山ほど言います、ね、目が見えないわけですよね。でも彼らは目が見えなくったってとっても価値のある素晴らしい人たちです。耳の聞こえない人もいる、話せない人もいる、ハンディを持っている人もいる、心が病んでいる人もいる。でもそのままでその人は神に愛される価値のある尊い存在なんです。ここまで捨てようじゃない。しかしイエス様は本当に愛しててそのままで価値あるんだけども、その人が願う通りその人を癒して清めたいと願ってくださる。わかりますか。そのままじゃ価値がないから、そのままじゃダメだから直すんじゃなくて、そのままでとっても価値があるけれども、さらに神様はその方をその人が願うように癒されるということなんですね。これね、大事なところなんです。そうでないと癒しの祈りするときにね、ああこの人かわいそう、このままじゃダメだっていう視線で言うんですね。これ違うんですよ。イエス様はそんな視線じゃなかった。本当にその人をそのまま愛して本当に受け入れて、でもその人の痛みを知られて癒しを願われたんですね。全然違いますね。でそのキリストの虚しと心をね、皆さんね、与えられてほしいんですね。で、ですね、私このね、主のもとに来て、そして本当に主に触れられて癒された人の話をね、で昨日祈りながら、どう言えばいいかなと思ったら、ね、久しぶりにですね、ちょっと昔のお話ができたんですね。で、今週土曜日に一緒に歌っていただく FF の方なんですけどもね、古い方はもう何度も話しましたけど、最近はあんま話してないんですけどもね、佐賀兄弟のご長男、信之君ですね。彼は今もう29歳だそうです。世界中飛び回っております。大好きな 天候のね、天気の、なんかそういうことも、天文の世界に行ってね、世界中飛び回っておりますけれども、彼がまだ小学校6年生だったから、今29歳で、その時12歳だから6年生って言ったら、17年前ですよね。17年前、ちょっと古い話なんだけど、17年前に、彼はですね、当時フランスワールドカップがあったんですね。でそれまでソフトボールやったのにね、野球裏、サッカーに勝ったわけであります。でサッカーやったわけですね。で、サッカーを昼休みも猛烈に走ってやってたら、一生懸命やって、一生懸命、全速力で走ってる時にある方とバーンってぶつかっちゃったんですね。で、そのまま倒れちゃったんで、救急車で運ばれたんです、すぐにね。で、病院に行ったんで、なんかすごく腕が腫れちゃったのかな、肩かなんかをやって、腕が腫れてしまって、それで左手だった、皆さんこっちか、左手だったんですね。で、北九州、なんか、とっても、名医が、そういう手術に関しては、経営の方が来てくださって、何人、3人か5人か忘れましたけど、チーム組んで、手術をしてくださったと。お父さんもそれで、お母さんも、ああ、そういう方が来てくださったと思って、よかったと思って、もちろん教会に乗ったんですけども、そして手術が終わった後に、先生に呼ばれて言われたそうですね。手術は良かったんだけれども、残念ながら、この、左手ね、皆さんってこっちね、左手ですけども、皆さんこっちね、左手の中3本でしたっけね。中の3本、この人差し指、中指、薬指ですかね、この3本が、動かなくなると。で、これから青春期を迎えるのに、動かないとかわいそう、かわいそうっていうか、かわいそうだから、すぐ手術できないけど、1年経ったら、ね、動いているように見える。動かないけど、動いているように見える手術をしようと。まあ、そういう手術があるんですね。動いているように見える手術をしようと。いうふうに言われたんですって。それで、そう言われたんで。で、私は今でも覚えてるんですけどね、長に行ってたんです、長に、沖縄の。で、北九州に、行くために、水曜日北九州だったんで、長から帰ってきて、飛行機で、福岡に着いて、バスで北九州に行ったの。で、北九州の当時の牧師が、その話をしてくれて、じゃあすぐお見舞いに行こうって言って時間があったので、その頃まだね、田んぼのセミナーやってなかったから時間があった。すぐ、病院に行ったらですね、6人部屋だったんですね、確かね。で、右の一番手前だったんですね、信君がいたのは。で、本当に、これ真面目にね、入った瞬間、右の手前がすごい暗かったんです。これ感覚できて、すごく。と思ったらそこにノブ君がいたんですよ。で、ノブ君って普段とっても明るい青年なんです。ね、とっても明るい青年なんだのに、まあ、青年って子供だった、明るい子供だった。ちょっとやんちゃな明るい子供だった。なのに、と思ってなんか暗いなと思ったら、なんかそういう感覚ですよ、そこにね。で、そこにノブ君がいたんです。
それで、まあ、私が牧師だからね、子供なりにすごく誠実に倒してくれました。ちゃんと話をして、お祈りしようかって入ってて、きちっとお祈りしてるんですね。私にはね、やっぱりね、子供なりに。だからお母さんに名前が出るんですね。当時、ホージーっていうね、ヤクルトスワローズにホージーっていう人がいて、ホームランを取ったけど、クリスチャンだった。そのホージーの本が出た。で、お母さんが励ますために、この本でも読んで、ね、って言ったんだらね、ノブ君はその本をパッと持ってですね、お母さんに投げつけたそうですね。神様、僕のことは聞いてくれないんだとか言ってですね、投げつけたってことなんですよね。で、その話を聞いたときにですね、私にはね、精一杯精神示してくれたけど、本当にきつきてくれないんだろうなと思ったんですよね。それで、まあ、正解があったんですけど、まあ、その頃お父さんは今でもそうですけど、福岡で仕事しておられまして、博多で、それで、ヤフードームの、コンピューターシステムを作った2人のうちのお一人なんですけども、もう断業の方だったんですね。ところが北九州まで来るのに新幹線20分、普通の電車で1時間かかるんですけど、正解の時にですね、もう7時か6時半から始まったと思うんですけど、行ったらですね、正解の前に来られたんですよね。私は何も言わなかったけどね、えっと思ったんですよね。で、ちょっと驚きました。そして、まあ、正解の一番最初にみんなで祈ったんで、みんな真剣に祈ってくれましたね。で、祈ったら、まあ、お父さんちょっと涙ぐんでましたけど、それで正解がやって終わった。で、正解終わった後にミニストリーがあるんですけど、順番に来るんですね、みんなね。当時北九州結構集まってたんで、20人はいましたね。30人はいたんじゃないかな、結構集まったからの頃、ね、で、順番に祈ったんです、どんどんね。そしたらお父さんはですね、椅子を並べながら、椅子を片付けながらですね、皆さんとね、全く普通に話をされてるんですね。日本の社会人男性です。ね。そして、終わったら私の前に順番来て、一番最後に来られたんです。それで、まあ、じゃあ、ノブのこと祈りましょうって言われて、今は西兄弟はですね、熱い人でね、なんかこう、賛美の時でも、実は、覚悟されてないけど燃えますし、よく感動して泣かれたりしますけど、その頃はですね、クールを振り物にされていたんですね。それでですね、だから私はね、真面目にね、今その頃はね、祈る時ね、なんか、ね、一瞬ね、ちょっと、私結構激しく祈る方だったんで、どうしようかなと思ったんだけど、まあ、ちょっと手を取りましてですね、堂々信君、神様、癒してくださいってね、動きをしてください、癒してくださいって言って、イエス様って、癒されよってこうね、ちょっと静かに、控えめに言ったらですね、アメンって言うんですよ。えっと思ってね、イエス様って言われてる、治れアメンとか言うんですよね。おっとか言ってですね、イエス様やってるやつ、治れアメンアメンとか言ってですね、おっと思って、それでもうあとは、ガガ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 ガって言ったんですね。そしたらですね、アメンと言いながらですね、私の手の上にね、ボタボタ涙が落ちてきたんです。で、私はその涙を見たときに、見たっていうか、えっと思って、私の目閉じてましたから、えっと思ったときに、私も涙が出てきましたよね。真剣に思ったんです。で、アーメンって祈り終わったでしょ。さっですね。まるで何事もなかったように椅子を並べ始めた。どうぞ、日本人男性に騙されないでください、皆さん。ね。ね。それって水曜日なんです。今でも覚えてます。水曜日なんです。で、土曜日の日に電話があったんです。前の街道なんですけど、最初の街道なんですけどね、電話があってね、やっとね、時間が取れて、今、お嫁に来てます、あ、そうですか、どうですかって言ったらね、指が動き出したって言ったんですよ。で、厳密に言えば、その後一回また止まるんです、指がね。ところが、その後再び動き出して、今度は3本全部動き出したんです。ほいでしばらく経って、お医者さんに呼ばれましてね、私、お医者さんをとっても尊敬してるんですが、とっても残念なことは、日本のお医者さんは、神様を信じてない結果、そういう奇跡の時になかなか認めてくれないですね。信じなくてもいいけど認めてほしいですね。私には理解できない特別な力が働いたんですねとかね、あ、お祈りが聞かれたんでしょうってね、信じてくれなくてもいいけど言ってほしいですよね。その人さんこう言われたそうですね、子供は治るのが早いってちょっと悲しいですね。それは悲しいです。だって日本の権威でしょ、権威のお医者さんだからね、とっても悲しいですね。私、お医者さんを尊敬してるんですよ。本当にクリスチャンドクターがこの国にいっぱい生まれてほしいんです。だから、信義ドクターと出会えたのはすごく嬉しいんですね。彼は世界に行きたいと思ってるし、もうやがてもう60で定年間近なのに、それでも世界に行きたいと思って、長崎までね、いろんなものを捨ててこられたんですよね。で、どうなんですね、言われたんです。それでお医者さんを認めるぐらい良くなって、手術しないけど、指はもう普通に動いてて、それでね、すごく嬉しいのはね、指が治っただけじゃなくて、心がね、普通そのこと傷つくと思うんだけど、すぐサッカー始めて、大学行ってまでサッカーやってましたね。ね、だから、院に行ってはどうか知らないけど、院に行ってはやったかどうか知らないけど、大学の時はしてました、間違いなく。あ、でも今世界中回ってますから、サッカー知ってると世界がね、大きいね。ヨーロッパとかはもう、アフリカとかも全部サッカーだからね、悲しいけど、野球じゃなくて。
だから良かったかなと思うんですよね。つまり心の傷にもならなかったんですよ、その怪我や事故が。指が治っただけじゃなくて、弟子が死のところに行ったんです。私にもお父さんにもどんなに彼を持っていても何にも力なかったけど、死のところに行ったんです。お父さんはおそらく仕事をその日は切り上げて、顔は普通だったけど真剣だったんでしょうね。神に向かって叫んだんですね。死は答えられたんですよね。で、皆さんね、死のところに行くんです。今日あなたが本当に死のところにここで行ったら、ここにおられるイエス様はそのあなたの叫びに応えて、あなたにもあなたの愛する人にも手を伸ばすことができる。必ずできる。これはね、まず知ってほしい。そしてね、その時にね、こう書いてある42節に、43節に、ね、あ、42節、すると、私のことが清くなれってね、さっき言ったように、その手を触れて、その雷病に触れて、汚れる方のその雷病に触れて、そのまんまの、この雷病の人を愛して、そして、私の頃だよって、清くなれ、あなたと同じだよ、治れ、清くなれって言って、その瞬間すると、すぐに、そのつわらとが消えて、その人が清くなった。でこれ今日お話したのはすぐにって言葉なんですよ。もちろん祈りはすぐに答えられなくて、ある期間待たないといけない、忍耐の時があります。いつもように信仰の訓練は忍耐だから。ところが大事なことがあって、確かに忍耐は訓練だから、ある期間待たされることってあるんだけど、今日はね、神様はすぐにってこの言葉を語られた。ある方は祈りながらね、すぐに答えられない、待たなきゃいけないと思ってる人がいるって。それは違うって。すぐに答えられるんだってことをもっと期待してほしいんですね。この時すぐなんです。昨日癒しの集会があった。10人ぐらい来られまして、ね、カトリンの方が多かったですね、昨日ね。10人でお祈りしたんですけども、祈る方も、祈られる方も、今ここで癒してほしい。ここで痛みがなくなるように。今この時に完全に治るようにってことを、祈る方も期待し、祈られる方も期待してるからなんですよ。祈ってもらおうってね。きっといつかは治るだろう。きっといつかは治るだろう。きっといつかは治るだろうじゃなくて、今、ここで神様っていうことを期待して乗ってほしいんですよね。これせっかちって意味じゃなくて、主ならそれができるってことで、ここでイエス様はすぐに直したんですね。で、何度も言いますよ、あえて神様はすぐに答えなくて祈り続けて忍耐を持たせることがあります。そのことを通して信仰の訓練があったり、愛するってことをすぐ学ばされたりしますから。だからね、時間がかかることによって、それは確かにあるんです。いいですか。それは確かにあることは知ってるんですけれども、今日はもっと期待してほしいってことにしたい。すぐに主は答えてくださるとって。でもしね、忍耐を学ばされてるあまりね、すぐに期待しなくなってしまった人がいたら、今日そうじゃない、神様はもちろん愛を持って忍耐を持たせることもあるけど、基本的にはすぐ答えてくださるんだってことをしてほしいですね。だってね、先週言ったでしょ、ペテロが助けてって言った瞬間ね、すぐ飛んできたじゃないですか。先週話しましたよね、私いましたね、私だったらね、パッて言ってね、悔やめるか、分かったかって言って、はい、書いたわって言われて、こうやって、ね、言ったんですよ。でもね、イエス様はすぐに言っても助けたじゃないですか。主はすぐに答えてくださる方、基本的に。その上で、意味があってすぐに答えられないことは確かにある。でも、原則ですぐに答えてくださる方、これを知ってほしいですね。で、これはね、大牟田のペテロ伊藤牧師がですね、まだ牧師じゃなかった頃、全然、彼はある教会に、島原にいたんですけども、福祉がですね、熊本の方が全然いいので、長崎っていうのは原爆の方に重心を置いているので、福祉がそれほど強くないので、まあ、熊本に引っ越されたんですね。どちらもお二人ともちょっとハンディを持ってるから、奥さんのはかなり柔道なので、熊本引っ越された。熊本だと住居もその 彼女用っていうか、奥様のようにある作ってくれてる住居があって、そこに入れた。ですごく祝福されたんですけども、ところが側腕症な、すみません世界の名前ですけど、側腕なんとか症っていうのがあって、もう昔から言われたんだ、30を過ぎたらもうそこまで生きれたら十分で、その時になったらもう覚悟してくださいと言われたんで、実はそれをもう完璧に超えてたんだけど、かなり痛む。お風呂に 入れない。ちょっと触っただけで痛むようになってきて、もうちょっと 見るのもかわいそうってし、どうしようもなくなってきたんで、その頃ちょうど主の十字架の教会に導かれてきた。で、当時熊本教会でエリシャ牧師に争点を、夫婦でとにかくじゃあ争点をしようって言って、朝起きて祈り始められた。で、実はお医者さんに行ったら言われたんですね。お医者さんに、ね、熊台まで行って大学病院のその先生、権威の先生に見てもらって言われたのは、時が来ましたねって言われたんですって。つまりもう、もう覚悟してくださいって、もう、ね、2つ方法があります。1つは痛みを散らす方法、
ね、まあ、麻薬みたいなもので、でも治すわけじゃないから、もう痛みは散るけれども、もうあと半年持つか持たないか、もうじゃあ少し伸ばせる方法、これはあの痛むけれども少し伸ばせれると、どんな伸ばしても3ヶ月が限界ですって言われたそうですね。でそれって言われたので、もう2人は絶望ですよね。あの本人もだけどね、伊藤牧師はですね、奥さん本当にこよなく愛してるというか好きなんですね、もう真剣でしたよね。おめでですね、もうそれでもう争点始めたん。そしたらその時ね、争点読んで聖書のことをやるでしょ、最後に。そういうちょうどマルコの16章だったんです。病人に手を置けば病人は癒されたとかあるじゃないですか。今までも読んでたんですよ。その日なんかね、その御言葉が飛び込んできたんですって。すぐ心にボーンって。それでね、伊藤牧師はもう単純に、あの今までそのしたことないんですよ。口の時間に来て、ね、まだ間がなかったから、もう聖書に書いてある通りにそこに腰に手を当てて、神様どうか妻はるみさんというかね、妻のはるみのこの世界中を癒してくださいって、もう真剣に打ったんですって。で正直にそうは言ってもすぐ治ると思ってないんですよ。真剣に打ったんですって。そしてもう真剣に打って、おほってこう聞いたんですね。そしたら、ね、痛くないって言うんですって。だから、ね、痛くないって瞬間ね、信じれないんですって。えって言ってね、痛くないって言うからね、えって言ってね、いや痛くないと言うからですね、本当かなって言ってですね、あのちょっとこう椅子を揺すったんですよ。ちょっとね、触ったけど見たかったのにね、揺すったらね、平気だって言うんですね。え本当になとなって言うと、こうカカカカカカって言ったんですね。言ったらですね、ニコニコ笑いながら大丈夫だって言うんですよって。びっくりしてですね、実は前の晩ボランティアの大学生のボランティアの子が泊まってくれたの、大学生のために女の子はね、見てるわけですよね。びっくり、その子もものすごい一緒に喜んだって言うんですよね。これすぐにですよ、まさにすぐに。で今も生きてるんです。奥さんの年って怒られるから言えませんが、許して。実は半世紀以上生きてます、ね、半世紀って分かりますよ ね, ね、私と同世代。いやーすごいですよね、うん、治っちゃったんです。奇跡ですよこれ、まさに瞬時です、これ。で彼はその時牧師でも何でもないんですよ。教会移ってきて全然普通の、まあ、いわゆる信徒さんで日曜日礼拝来てて、もうとにかく奥さん直してほしい一心だったんですけど、争点しなさいって争点して、争点で読んだ時の聖書の言葉響いたから、すごい信号見せたわけじゃなくて、単純にとにかく笑うもすがる気持ちですよね。書いてあるとおり、手を置けば癒されて書いてありますが、神様ってこうやって祈ったら癒されちゃったんですよね。なんでもっと期待してください。イエス様はすぐに治すこともできないし、奇跡をなさる方なんですよね。でそこで治って、その後で今も生きてますよね、元気に。そうですね、皆さんですね、それがなされる神様で、私の信じているイエス様そういう方なんです。でこの、治してもらった、まあ、雷病だった人、ツァラタという人、本当に嬉しかったのは、一つはツァラタが治ったことが嬉しかったことと、ツァラタが治ったことも本当に嬉しかったけど、それとともにツァラタの時に手を置いてくださって、イエス様はその私をそのまま愛してくださった上で癒してくださったでしょ。ものすごく嬉しかったと思うんですよ。治ってニコニコしてくれた山ほどいるんですけど、ツァラタの時にイエス・キリストは私を愛してくれて、それで治してくれたってことはね、ものすごい彼にとってはなんかこう今までない感動だと思う。だからね、この後ねイエス様言うわけですよね。あの44節でね、気をつけて、誰にも何も言わないように、ね、いろいろ言ったら言われるから、ね、ただ言って自分を祭司にする。なぜ祭司かというと、当時大病が治ったことを宣言するのはあのお医者さんじゃないです、祭司なんです。さっき言った宗教的に聞かれてるから、祭司のところにある手続きをして、旧約聖書に書いてあります、手続きをしたら祭司がもうあなたは清められましたって言われたら、もう彼は治って社会復帰できるんです。来だと宣言するのも祭司だし、来が治ったって宣言するのも祭司なんですね。だから祭司のところにちゃんと行って、人々の証しのためにモーセが命じたものを持って、つまりこれは旧約聖書に書いてある通りに手続きを踏んで、あなたの清めの備え物をしなさい、最初からちゃんと治ったって言ってもらいなさい、つまり社会復帰して家族のところに帰って新しい人生を歩みなさいってことなんですよ。イエス様のね、あのところを見ると素晴らしいのはね、治しておしまいじゃない、その後のことをいつも考えてください。これから罪を犯してはなりませんとかね、安心していきなさいとかね、小さな一言だけど、実はイエス様は今この瞬間のおしゃべりにおいて、その後の人生のことをすごく考えておられるんですね。あらもうすごいなと思いますよね。でこの時もちゃんと精神見せて、社会復帰して家族のところに帰りなさいよって言ったんですね。ところがこの人はですね、もうあんまり祭司のお店に行ったんでしょうけども、ね、黙ってろって言われたのに、出来事を触れ回り言い広め始めたって、もう言わずに折れなかったんで、この中に
本当にイエス様に出会った時にいろんな人がいますね。静かに出会って別にそんなあれじゃない人もいるけど、もうなんか劇的に神様に触れられて嬉しくて、もうなんかもう誰かに構わずこう神様と話したことのある人いると思うんですよね。で、私たちはそういうタイプだったんです。大学生の時クリスチャンを出さって神様と知ってたんだけど、本当に死に出会ったんですね。で、あんま嬉しくてですね、もう勝手にチラシ作って大学で巻きまくってですね、テレビでもですね、持ち時間が30分とか20分の発表の時、40分の時もあったかな、だいたい5分か10分でね、まとめてしまってね、さてところでって、私あのテーマが西洋文化ってカルチャーだったから、哲学と歴史をやってたから、キリスト教の話はできるんですよ。さてところで、バックボーンである聖書ではこう書いてあると言って、結局明石で説教するんですね。デミキャンベリーってもですね、私たち全員と担当教授までいなしになってですね、一晩かけて復活は本当にあったのかっていう話になってですね。最後に先生がね、君は結局間違ってるとか言ってですね、言ったんですけど、でも論破されたとしても事実は変わらないとか言ってですね、いろいろ話をしたんですけど、結局何人も来ました、教会に。ゼミからね。救われたのは少なかったけど、でも何人も来ました。で、あの頃は誰かに言われたわけじゃなくてね、もう話さずに入れなかった。もう本当に神様を知って、もう嬉しくてたまらなくて。で、この人もそうだったと思うんですね。大病が治った。しかも、来のままで愛してくださって治してくださった。そのイエス様の愛、そのイエス様の奇跡が、もう嬉しくてたまらない。黙ってるったってたまれない。うんって言ったらこの間から口が出てくるっていう、それぐらいの喜びなんですよ。それを勝って体験したことの人は思い出してほしいし、まだないなって人はね、求めてみてください。神様、この人が体験したようなそういう喜び、それほど感動する愛を私にも与えてください、教えてくださいって。神にご非なんかありません。あなたも黙っていれないぐらいの喜びと神様の愛の感動を必ず与えてくれます。あるいはね、あなたの愛する人にそういう体験があったら祈ってください。そういうこと起こりますよって。そういうこと起こる。あの有名なところではね、今東京行ったデニス光くん、英道部の、あ、東京の英道部の責任者やってるで光くん、お母さんが新規乗った。彼は全然ね、クリスチャンホームではあったんだけど関係ない世界で生きてたんだけど、神様知ってたんですけどね、マーリー・ギャワールドのキャンプでいきなり触れられて、拍手してる時に触れられちゃって、もう理屈説明つかないですよね。もう変わっちゃって、もうそれから喜びが触れて、バスケット仲間14人ぐらいいたのは全員 S 様を信じましたよね。すごい連中でしたけど、大会系だから。あと他にももうどこ行っても話をして、 S 様の話、あの頃誰に共有されたんだよ。もう嬉しくてたまらなかった。あれはもう全く本人関係ないですよ。あれは母親の祈りですよ。私も実は両親の人だと思ってる。あなたが祈るときにね、あなたの愛する人にそういうことが起こるんです。で、あなた自身がそういう体験しちゃったら、求めればいい、この人みたいに神様って。で、これってやっぱりね、大きいんですよね。本当に素直を体験するということ。で、主はそれをね、与えてくださるということを、ね、ぜひ覚えてほしいんです。今日3つ話しましたね。1つはイエス様のところに行くって、教皇に来てる。イエス様のところに来てイエス様に求める、ね、イエス様そのまま愛してくださって、見殺されて清めてくださって、ね、そしてすぐに答えてくださいますよって、すぐに答えてくださいますよって、もっと期待しようってことですね。すぐに答えてくださることですね。そして本当にその時嬉しくて喜んで語られては入れなくなる、そういう素晴らしい経験をね、神様からね、いただきましょう、ね、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日もイエス・キリストは生きておられて、目には見えませんがここに見せておられます。この方に向かって私たちは共に心を込めて祈ります。自分のこと、家族のこと、友人のこと、病気のこと、心の病のこと、霊的な問題、境内、お仕事、学業、進路、導き、いろんなことがありますが、あなたはどんなことでもしっかり受け止めて答えてくださる神です。バカにしたり、そんなことなんて決して言われない方です。イエス様、どうぞあなたに素直に大胆に今日求めて、すぐに答えることもできるあなたに、まさに神の答えを期待して見ていくことができるように、お互いが本当に神様の愛の深さ高さを知り、生きて働く神の現実を体験できるように導いてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様って癒されよ。心の中にはすごく重い苦しいものを感じている方、イエス・キリストによって逆の祈り、偶像に対する祈りから来て霊的な束縛をイエス様って完全に断ち切る。恐れを、全く愛を、恐れを締め出します。神様の愛を注いでください。神様にはその人の心と思いに注いでください。
全く恐れを締め出します。主イエスキリストの名によって、主の愛によって、恐れを、その人の思索、感情、思いのうちから今出ていけ。どうぞ夜眠れない不眠症の方にシャローン、シャローン、イエス様の皆によって今晩から熟睡できるようになれ。不眠をもたらしているその原因に向かって目する、その人の心の中から思い煩い出ていけ。今晩からイエス様って目する熟睡できるようになれ。お仕事を祝福してください。今にも増して祝福してください。ある方は忍耐強くなしなさい。非常に大きな祝福が待っている。ある方は新しいことが始まります。恐れずに踏み出しなさい。私はあなたと共にいると知ります。なんか仕事のことに関して、仕事はまあ自分であると思わないで、人に言う必要はないので、でも真剣に心で叫びなさい。具体的に言いなさい。私は仕事に関してもあなたが驚くような形で、これは難しい、無理だと思っても祈りなさい。できないことができるのを見て、あなたは神の現実を、あなたが働いているそのまさに現場で体験するだろう。そして私は人をも作り変えることのできる神であることを見ていくだろうと言われます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。息子さんに関して祈っている方、あなたの祈りは届いています。あなたには聞かれています。忍耐強く祈り続けなさい。それははっきり見える形で明確に答えが出てくると教えます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。